アルバート・ピンカム・ライダーが、フライング・ダッチマン。舞台となる海域。左下の石点が、希望本。左上の赤丸が、ケープタウン。その上のワンが、テーブルワン。希望本。ケープタウンとテーブルワン。同時代のホブネ・エンデバーのレプリカ。フライング・ダッチマンは、近代イギリスの伝承に現れる。幽霊船、もしくはその船長のオランダ人である。船長はさまよえる。 オランダ人、船はさまよえるオランダ船や、フライングダッチマン号と訳すこともある。アフリカ大陸南端近くの希望盆近海で、オランダ人船長が風を呪って呪われた。船は幽霊船となり、船長はたった一人で永遠にさまよい続けることとなった。似た伝承として、北海を最後の審判の日までさまようドイツのフォルケンバーグ、船長の伝説があった。 幽霊船の形で現れる最古の文献は、1795年のジョージ・ワリントンのボタニーワンへの旅で、次のような話である。1821年のブラックウッド氏では、次のように書かれた。ほぼ現在知られる物語になっている。フライング・ダッチマンは、リヒャルト・トアーグナーのオペラ、さまよえるオランダ人の題材として有名である。このタイトルは和訳されているだけで、 現代でアフリーゲンデホーレンダーは、フライングダッチマンのドイツ語訳である。船長はたった一人で永遠にさまよう運命にあるが、7年に一度上陸でき、その時船長を愛す女性に出会えれば、呪いから解放される。物語は、船が幽霊船となって、かなりの年月が経過した後のノルウェーで始まる。バーリントン、ジョージ、ボエッジ、ツーボタニーベイ、シドニー、 シドニー・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、30、ISBN19 億2089万7208、ミュージック・ウィズ・イーズ、ソース・オブ・ザ・レジェンド・オブ・ザ・フライング・ダッチマン、ミュージック・ウィズ・イーズ、2008年2月23日、閲覧、ありがとうございます。